ジェイミー・ジョン・ウォードは、イングランド・バーミンガム出身のサッカー選手。北アイルランド代表、バクストン FC 所属。ポジションは、ミッドフィールダー、アストンビラ FC で、プロデビュー。リザーブチームではキャプテンに任命されたが、トップチームでの出番はなく、ストックポート・カウンティ FC へのレンタルを経て2006年に、退団した。以降は、イングランドの2部3部クラブを転々としている。 ウォード自身はバーミンガム出身だが祖父が北アイルランド出身のため北アイルランド代表を選択する権利を有していた。U-18 チームでは2試合に出場、U-21 チームでは7試合に出場した。2009年3月に A 代表に初めて招集された。2010FIFA ワールドカップヨーロッパ予選、ポーランド戦とスロベニア戦に出場する。 可能性があったが、いずれの試合も、出場機会はなかった。2011年8月11日開催の UEFA ユーロ2012予選、フェロー初ョー戦で、念願の初キャップを記録。2014FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選のロシア戦で、初スタメン。2013年9月6日のポルトガル戦で、初ゴール。ありがとうございます。